さんです。ソイソース、はい、ソイソースくんでございます。4つタイム先生よろしくお願いします。お前ソイソース決定今回なんかソイソースくんが前これペヤングの何ですかこれ激辛マックスエンドですか、食ってやばかったってことで僕食べてみてって言われてちょっと持ってきてくれて、俺食べへんで、食べろよちょっとぐらいいやもうほんまに辛いこれ、いや僕全然わかんないですよねその辛さが、うん、ほんまに辛い。ちょっとこれねちょっと中開けてみようか、食べきってや。いやそれはわからん、すぐビビるやつやね。俺ほんま辛いのダメなんですよねほんまに腹壊すから。腹壊すのもしゃあない、しゃあないってなんだけど、できれば腹壊したくないんやけど。痩せるやん、痩せへんやん別に。まあ普通のペヤングよね、うん、これね、これあかんのね、これこの邪悪な色は真っ黒や。火薬は普通やね、火薬は普通やし、なんかこの肉もなんかまあまあいい感じよ。この肉は美味しいもんね、うん、でも肉まで食われへん。ちょっとじゃあお湯入れてきます。できたんで、はい、普通でしょこの普通の、まあここまでは普通ですよね。別にまあ別にそんな辛いと思ってないのか。いや思ってるよ、俺激辛無理やもん、まあ、ペヤングの激辛無理なんよ、うん、その俺はこれ食えるとは思われへんねんな。へえってないの食えよ食えよってなんのお前、何でも残すからな。暗いってもなんかかき氷残すし、食われへんの残すよ。残したらお前これ入れますね。あ、見た目はなんか激辛と同じぐらいの感じですね。うん、匂いも激辛と同じような。思ったほど匂いやばないね。思ったほど匂いやばくないですよこれ。あーでもちょっとくるね。なんか思ったよりはけ。はい、ちょっと待って、んおかしいぞ、なんか匂いがおかしい、なんか匂いおかしい、ちょっと匂いがおかしいな匂いおかしいなおかしいなあ、えそうすでにやばいんだけど匂いが。いただきます。マックスエンドね。ちょっと大きい意見、そんなちびっこくいくらダサいなこれダサいな。いやこれのもんやろ、でも普通に食う時もこんなもんやろ。いやもうちょっとちょっとお前今日皿うどん食ってた時めっちゃ、いや分かった分かった、これでいいよ、これでいいや、これでいいや。いただきます。味は別にうまいね。もう一回、もう止まった、もうちょっといかない。早く口の中に入れへん。辛い、待って辛い、何これ何これえ？よっさんずっと右手でこれ持ってるけど、僕はもうこれを持とうとしてないんでとりあえず。あーちょっと待って食ってへんのに今、あちょっと辛い、ちょっと待って辛い、ちょっと待って、あ辛いもう一緒やねんって、水飲んでも一緒やねんって、ずっと辛いからそれが一番落ち着くねあかんな食うの賢いやつやな、賢いな食うの汗がすごい汗が。ちょっと辛いちょっと待って、じゃあ辛いしか言ってないで、ほんまにいいの。どうちょっと舐めてたムカつくこいつちょっと待って、これやばない？あ、痛い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 。ほんまね、辛さが尋常じゃないんですよ。多分食べた人とかもおると思うんですけども、ちょっとよっさんがちょっとあれになってしまったんで。辛っ！ああもう今ちょっと食べた人とかもおると思うんですけど、なんかこれビレッジヴァンガードとかで売ってて、おえおえっておえ言うてね、ビレッジヴァンガードとかなんか雑貨店とかでなんか売ったりしてるんで、まあコンビニとかではもうあんまり今発売はしてないと思うんですけど、まあもしよかったらまたどっかで見つけたら皆さん食べてもらえたらいいなと思います。すいません、なんかこんなただただ暴れてるだけのことはい、じゃあこの頑張って王子さん、この辺でありがとうございました。本日の動画もありがとうございました。もしこれ気に入ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録お願いしますこちらではツイッターも配信しております。皆さん、そちらのフォローもよろしくお願いします。ちょっと待って、涙出てきた。